この世に俺より強い奴がいるなんて思いもしなかった。これが巨人ってやつか。本当に嫌がったとは。それも壁の中に。ウリ、そのまま捕まえておけ。待てロッド、撃つな。我々の存在を彼に漏らした者が議会関係者にいるようだ。それを明らかにしないといけない。ならば力を使ってこの資格を喋らせろ。それが叶わないのだ。察するに彼はアッカーマン家の末裔ではなかろうか。であれば私に刃を向ける理由は彼自身にある。無理。お前がやらないのなら俺が殺す。あい、くそ、許してくれよ。あんた本物の王様なんだろ。話してくれよ。見逃してくれ。俺を逃がしてもう一度チャンスをくれよ。圧倒的な強者を前にした俺は脆かった。痛ぶり殺して。なんせ文字通り握りつぶされるのは初めてだし、暴力が全てだった俺はその支えを失ってしまったんだ。切り出してやるつもりだった。今思えば一族の恨みなんて大して感じてなかったのかもしれない。バカな、足が、おい、ウリ、何の真似だ。アッカーマンなんだろう。こいつの記憶は消せない。殺すほかないのだ。我々がアッカーマン一族にもたらした迫害の歴史を考えれば、君の恨みはもっともだ。だが私は今死ぬわけにはいかないんだ。どうか許してくれ。こんな小さな壁の中にさえ楽園を築けなかった愚かな私を。あれほどの力を持った王が下船を相手に頭を垂れ上がる。巨人にも度肝を抜かれたが、それ以上に自分の中の何かが大きく揺らいだのを感じた。俺はその場で力になりたいと伝え、ウーリはうなずいた。次の議会の席では俺にレイス家の情報を吐いたやつが消えて、そいつに吐かせたやつがレイス家の犬になってふんずり返っていた。それが俺の新しい仕事。ちと情けねえ格好だったが、こうしてアッカーマン家への迫害は終わった。晴れて青空の下を歩けるようになったわけじゃねえが、敵は減り続けるだろう。